武田的ニュースの時間になります。この情報番組はその月にあった陸上の情報を武田の独断と偏見でお話しさせていただく情報番組になります。チャンネルを間違えたと思ったあなた、チャンネルはそのままで。まずは素晴らしい競技結果からになります。 300m 日本歴代3位の記録が誕生しました。3月中旬にミズノに所属している飯塚翔太選手が 300m で32秒37の日本歴代3位の記録をマークしました。飯塚翔太選手といえば、競技力だけではなくルックスと性格までいいことで有名で、その人望の厚さも陸上界では日本歴代3位と言われています。この記録に対し、今後はマイルも挑戦していきたいと武田が思ったそうです。続いてのニュースです。多田修平選手が世界室内で準決勝に進出しました。3月下旬に行われた世界室内で多田選手が6秒57で予選を通過し、準決勝に進出しました。次のラウンドの準決勝では惜しくもフライングで失格となりましたが、このことについて自身の SNS では、結果は残念だけどいい経験と前向きな発言をしており、これからの活躍が楽しみであります。日本人初の6秒4台は多田修平選手に出してほしいと武田の修平が思ったそうです。続いてはチャンネル内のニュースになります。武田ドラゴンフライを買う。武田が練習用のためにドラゴンフライを購入しました。まだ使っていないので何とも言えないが、試し期間で履かせていただくと発言しております。練習量を増やしながら質も少しずつ練習の量を増やしながら質も少しずつ高められるかもと少し笑みもこぼしていました。続いてのニュースです。TKD プロジェクトの武田が3月23日にストレス性の胃炎になりました。3月は毎日頑張ると言っていた TKD でしたが、先に体が限界に達し、下痢や頭痛、熱も39度4分まで上がり、体調を崩してしまいました。このことに対して僕は、本当に情けないが、現状を受け止め、やり方を変えなければいけないと発言しているものの、体調を崩した自分がかっこいいなどと、未だにナルシストは抜けていない様子です。TKD プロジェクト、初の1ヶ月、毎日投稿を達成。陸上系 YouTuber の TKD プロジェクトが活動5年目にしてようやく1ヶ月毎日投稿を達成しました。2月に動画更新がほぼゼロになっていた TKD プロジェクトが、3月は頑張らせてくれと視聴者に懇願し、その目標を達成することができました。このことに対して僕は、これでできることが分かった。これから毎日とは言えないが質は下げないまま、視聴者の皆様に喜んでいただける動画をできるだけたくさん出していきたいとカッコつけており、フォロワーが45人ほど減る形となりました。それではまた来月のニュースでお会いしましょう。さようなら。